こんにちは、いらっしゃいませ。今日はいかがいたしましたか、ね、今日は新しい車を見たいなと思って来店しました。ありがとうございます。じゃあこちらお席空いてますので席の方へどうぞ。あ、わかりました。失礼いたします。私本日は説明の方させていただく小池というものになるんですけれども、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日ご来店ありがとうございます。今カタログ持ってくるんですけれども、はい、その間にもしよければですけど、このアンケートの方を書いていただければと思います。はい、わかりました。お待たせいたしました。こちらカタログの方になるんですけれども、失礼いたします。こちら座っても大丈夫ですか。はい、失礼いたします。これ全部入力しました。ありがとうございます。受け取らさせていただきます。ヒロシ様で今日ご来店ありがとうございます。よろしくお願いします。現在の方はですね、はい、そうです。大体ここまで来ると20分ぐらいっていう感じです。そうですね。ありがとうございます。こちらエクストレームのカタログなんですけれども、もうネットか何かとか検索とかされました。そうですね、ちょっといろいろ見て、はいはい、でここ通り沿いで、あ、飾ってあると思って、はい、ちょっと話聞きたいなと思ってました。はい、結構こういう SUV 系の車を今お探しっていう感じで。そうですね。今日ご来店いただいたのは軽自動車だったと思うんですけども、はい、そちらからお乗り換えの方を考えて。そうですね、でも、まあ、もう古いし、はいはい、せっかくならちょっとかっこいいデカいのを乗りたいなと思って、はいはい、ありがとうございます、はい、結構大きめなので。そうですね。そうしましたら、基本的にもう今ちょっとネットでご覧になられたなっていうふうにお伺いしましたので、気になる部分とかそこで見てたらありましたか。そうですね、まあ例えば今の車ってすごいいろいろ機能がついてるじゃないですか。はい、だからエクストレイルが何がいいのかなってちょっと知りたくて、はい、見た目がかっこいいっていうのはそうだし、まあ、他社の車を見た目がかっこいいとは思うんですけど、はい、なんかエクストレイルだからこういう装備がついてていいですよっていうのがあればちょっと教えてください。承知いたしました。はい、エクストレイルの売りとしましては、はい、基本的には他社にないと言われると、基本的には、ね、安全装備ですとか、いろんなモーションも正直ついてるから、いろんなお車に、基本的にはですけどね。ただ、日産の本当にすごい部分で言うと、でも、インシデントルームミラーですとか、ラウンドビューモニター、360度見えますよっていうのがね、日産の正直売りになってます。360度視界が見えますよ。例えばですけど、エクセル大きいので、細い道に入ってきた時に、はい、左側の距離がちょっと怖いのなって言った時に、はい、こちらね、スイッチ一つでね、左側の距離も見えちゃったりするんですよね。360度見えますし、はい、安全距離ももちろんついています、はい、うん、そういう部分に関しては大きいお車でも不安を持たずに乗れちゃうのかなと、うん、思います、はい、でさらになんですけれども、エクストレームといったらやはり四駆ですかね。そうですね、四駆ですよね。四駆、ね、うん、まあ、と言いましても基本的に、ね、軽自動車の四駆あったりですとか、あのファミリータイプの四駆あったりするんですけども、エクストレームはすごいよっていう部分がありまして、前と後ろの比率、はい、完全に1対1になっていきます、はい、前 50%、後ろ 50% という形で全部合わせて 100% なんですけれども、はい、これできる車っていうのは正直言うとなかなかないです、はい、エクストレイルが基本これを兼ね備えています、はい、四駆の中でも珍しい、はい、うん、ちゃんと 50%、50% っていう比率になるのは本当に珍しいぐらい、うん、なので力があるので、うん、通り道ですとか、うん、まあ、エクストレイルとかスノーボールとかしたら行きますね、はい、雪道にも強いですし、なんといっても曲がるときですとか基本的にコーナリングですねの部分ですね、世界初って書いてあるんですけど、はい、まさにその通り、世界初めて、はい、こちらお車の方で細かく管理してくれます、うん、曲がる時とかそういうの、曲がりやすいのそういうの、はい、あ、そういうことですね、はい、でご自身の運転プラスアルファでお車の安全装置、そしてこの曲がりやすさ、そう考えるとこのエクストレイルって日本でもすごい高水準の四駆になってくると思います。話聞いてるだけでもすごいですね。そうですね。で、この見た目も結構かっこいいような形でね、はい、うん、内装とかも結構シックにできてまして、うん、こちらですとレザータイプなんていうのが出してきまして、高級感あるんですよ、はい、うん、まあ、通常ですとこの黒いシート、まあ、防水シートになるんですけども、はい、うん、スノーボードされるなんて言ったので、防水シートですと安心じゃないですかね、うん、シートが汚れちゃったり。防水は標準なんですか。グレード別でね、後ろも防水っていうのがグレード別になってしまうので、そこを車、ご説明していくうちで、うん、それからいただければと思います。わ、はい、かりました。あと2列目とか3列目はいらないかなとは思うんですけど、一応3列目も装備してます。あ、はいはいはい、はい、
こんな形で中見ていただくと結構シックにできてますので、はい、例えばですけどもデートに行きますよなんて言っていた時はね、評判良かったりします。あ、でもいいですね。いいと思います。個人的にも僕すごい好きなお車ですので、はいはい、こんな感じになってますので、まずはブレードを選んでいただいたりですとか、お色を選んでいただくっていう部分で、ちょっとずつ車とかも変わってくるとは思うんですけど。しましたら簡単なグレードのご説明になるんですけれども、はいはい、分かりやすいように、ね、こんな形で全部並んでますグレードは、はいはい、うん、今までそのハイブリッド車ですとかガソリン車っていうのも分かれちゃってるんですけれども、はい、年金の部分でこのガソリンですとかハイブリッドってこのぐらい違います、はい、ガソリン車ですと 16.4 キロ、うん、ハイブリッド車ですと 20.8 キロ、うん、というのが2区になります、うん、先ほどは4区の方がいいなって言ったので、うんうん、4区でいきますとガソリン車16キロ、うん、ハイブリッドですと20キロぐらいという形でカタログに書いてありますので、うんうん、で距離とかって結構乗りますか？いや、そんなに、うん、でもやっぱ山梨県内だからやっぱ1000キロぐらいは走るんですかね。あ、うん、そうするとハイブリッドの方がいい感じですかね。ガソリン代もバカにならないですもん。小池さんはどっちがおすすめですか？個人的に僕はガソリン車の方をおすすめしちゃってます。なんでですか？なんか燃費こっちの方が良さそうに見えますけど、ね、逆に車検代ですとか、そういうのももろもろ含めますけれども、うん、ガソリン車とハイブリッド車って価格がちょっとね、高いと違うんですよね、うん、でそれを取り戻すために単純計算なんですけども、月々1000キロ、うん、計算します。で年間1万2000キロじゃないですかね、うんうん、そこで1万2000キロっていうと基本的に、ガソリン代だけで換算しますと8万円ぐらい変わってくるんですよ、うん、もうちょっと乗る方ですともうちょっと差が開くんですけど、うん、車検代ですとかも含めて何年乗ったら元が溢れるのか、ガソリン車で、うん、何年乗ったら減るのがお得なのかって言いますと、8年ですね、うん、年間1万2000キロですと8年乗ると元が取れますよっていう形です。それ以降ハイブリッド車の方がお得なんですけれども、それがほど乗らないよ、長年乗らないよって形になってしまうとガソリンの方がおすすめになっちゃうのかなというふうには思います。うん、まあ、8年っていうともうちょっと次の車考えるかなっていう時だから、そうか、じゃあ一応じゃあガソリンでちょっと見たいんですけど、ガソリンで、はい、当たりました。そうしますね、この上がガソリンの方の、はい、グレードになります、はい、この上の方で説明させていただきます、はい、グレード3つ分かれてます。 20S っていうのと 20XI っていうのと、このレザーエディションなんですね、ちょっと高級感あるようなそのやつですね、うん、に分かれてます、はいはい、違う部分に、ね、分かりやすくこの M になってるんですよ実は、はい、うん、例えばですけども 20S ですと路面ヘッドランプっていうものになります。ただ 20XI になりますと LED のヘッドランプになります、はいはい、でこれ以上は全部LED の方になりますので、はいはい、あとは例えばですけども、このアルミホイールですね、20XI ですとアルミホイールになります。ただ 20S になりますとホイールカバーをつけたキャッチのタイヤですね、はいはいはい、うん、になります。じゃあこの真ん中でいいですよ。真ん中でないですよ、うん、真ん中でちょっと、そうだな、あとはここが違うだけで、あと細かいのもちょっと違うんですね。そうですね、基本的に 20XI っていう 20XI っていうんですけど、うんうん、こちらの方ですいろいろついてます、ね、例えばですね、ハイビームアシスト、はい、うん、オートライトシステム、うん、こちらね、オートライトシステムはね 20S にはついてないんですね、はい、うん、なんでこちらで例えばつけたいですよなんて言ってもつかない可能性もあったりしますので、はい、こちらの方ついてれば、まあ、安心かなと思うんですね。じゃあ、この 20XI がいいです。ありがとうございます。はい、じゃあ、お色とかってもう、大体この色がいいとかってありますか？どういう色がありますか？はい。こちらですね、お色、組み合わせあるんですね。はい。最近ですと出たのが、去年、2年前かな、出たのがこのチタニウムカーディアンっていうのが出たりとかして、はいはい、うん、結構人気だったりはするんですけど、うん、今あれですね、軽乗車黒ですもんね。黒ですね、うん、ちょっと色変えたいなと。あ、でもこれかっこいいですね。そうですね、男性アーカーに行くやつがいいのかな。本当ですか、うん、じゃあちょっとこのチタニウムカーキーがいいかな。はい、わかりました。じゃあこのカーキ色で、この20XI ですね、はい、でちょっと見積もりの方をつけてくるように出しますので、はい、ちょっとお時間いただいても大丈夫ですか？大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。はい、失礼いたしますね。こちら見積もりになるんですけれども、はい、すみません、見ていただければと思います、はい、一応お車自体のお値段ですね、
はい、このような形になります。はい、はい、はい。このような形になります。何とかやっぱり急ですよね。そうですね、はい。問題とも結構行かれます。まあまあ行きますね。はい。今年で1位、今まで1位だと最近のライブレコーダーも入ってますので、はい、上がってくるのは、はい、うん。あとはですね、こちらの方にマットも別になっちゃうので今は、はい、マットも入ってますし、うん、これでも正直盛り出せちゃうような形になるんですけども、うん、それよりもどうですかね、今。意外と安いですね。あ、本当ですか。そうです。ありがとうございます。うん、結構他の店舗とかもあったりするんですか。そうですね、ちょっとこういう、うん、SUV っていうんですか、はいはい、SUV タイプをちょっといくつかちょっと見てみたんですけど、はい、結構大きいからもうちょっと値段するのかなと思ったんですけど、はい、意外とまあこんな感じかっていう感じですね。はい、一応ね、価格帯に正直言いますと、クーセレルがこれ、はい、SUV っていうのがあるんですけど、はい、価格帯に安く設定されてるんですよね。うん、なんで正直乗り始めっていうと、結構お安くなってくるんですけど、対価としてはですね、現金貸すとかローンとかのお考えですよ。そうですね、ちょっとまあ安いかどうのこうのっていうよりか、うん、やっぱりこの金額をいっぺんに出すのはちょっと難しいんで、はい、できればこうクレジットを考えてるんですけど、はい、はい、ありがとうございます。それこそ僕たちの方で、はい、残価設定型クレジットっていうのは、まあ、他社さんもあって聞いたことあるとは思うんですよね。はい、うん、まあ、僕たちで言うと BVC なんて言い方をするんですけれども、はい、5年後のお車の価値をまず決めておきます。はい、例えば、お車300万円の車で、はい、5年後100万円の価値をまず決めておきます。はい、そうすると200万円しか払わなくて大丈夫ですよ。で、5年後にその100万円をまた分割でお支払いするのか、はい、もうお客様が買い取ってしまうのか、はい、お車がちょっともうやっぱり交換したいな、例えばお子様ができましたなんて方は、うん、お車返しちゃって違うお車にするのか、はい、とか、あと例えばですけども、査定が150万円ついたとするじゃないですか、はい、5年後に、はい、そうすると50万円この残価よりもオーバーするわけじゃないですか、はいはい、そうするとその50万円を頭金として、うん、先ほどお車に入れてしまって頭金として違うお車に乗り換えることも可能なんですね。うん、はいはい、300万円を分割するよりもやはり200万円を分割して支払った方が月々お安いので、まあそうですね、うん、はい、その中でも SUV 車、例えばアメリカもそうなんですけれども、はい、残価結構高めに設定されてあります、はい、うん、エクストレイのこのガソリンですと残価が120万円、はい、今見積もり出させていただいたのが340万円だと思うんですけども、はい、そうすると340万円のうちの120万円を払わなくていいのか、はい、220万円を5年で分割なので、うん、結構お安く乗れちゃうのかなっていう。ああ、そういうことですね。うん、思う。はい。もしかしたらそれもちょっと、計算していきましょうか。そうですね。うん、お願いします。頭金とかいくらだったんですか。頭金はとりあえず100万ぐらいで考えてるんですけど、はい。ボーナスとかって考えてます。いや、うん、ちょっと、ね、ボーナスはボーナスで取っておきたいから、タイラーがいいかなと思うんですけど。わかりました。はい、じゃあ頭金100万円を限度額で提示していただき、はい、させていただいて、はい、あとはもう平均でいきますので、はい、少々お待ちください。はい、わかりました。すみません、お待たせいたしました。はい。出してください。こんな形です。はい。頭金100万円入れていただいて、あ、残価が120万円残ってますよ。はい。はい、そうするとですね、これ120万円なので、月々って言ったら、これだけで2万円切ってもらっちゃうんですよ。ああ、じゃあいいですね。安いですよね。はい。でもこれに保険入れますよなんて言っても、はい、月々2万円取るか超えないかで乗れちゃうんですよ。ああ、うん。はいはい。こんな太いお車で、同じ装備、はい、フル装備でもついてますよ。はい。で、もうこれで乗り出せちゃうので、はい。これが乗れそうな感じしません？そうですね。うん、はい。乗れますね。そうですよね。もう例えばですけども、今ですともう1月が終わりじゃないですか。はい、で2月、3月が決算期が来るんですよね。はい、で決算期の今、入る手前なんですけども、はい、決算期始まる前よりも、早めに買っていただければ、僕も頑張って、ちょっともうちょっと安くもらえるようにしますけども、どうです？値引きしてくれるんですか？まあ、値引きも頑張りますし、あれ、お車下取り取りますかね。ですね、はい。そうですよ、ね、はい、下取りも頑張っちゃいます。本当ですか？本当です。ちょっと、どうだな、まあ、そうだな、お願いしようかな。わかりました。じゃあ、ちょっと僕、下取りの方を見てきたら全部出しますんで、はい、ちょっとあの本気でお願いの方お願いしますんで、はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい。はい、いかがでしたでしょうか。結構長くやってもらいました。
彼結構真面目にやったんじゃないかなと思うんですけど、先輩インタビューで登場した小池さんでしたが、だいぶ今日真面目にやってくれたんで参考にしてください。はい、お願いします。じゃあ、ちょっと長いですけどもみんな見てください。いらっしゃいませ、こんにちは。今日はお茶のお席どうぞ。ちょっともう一回。